回は見てもご覧の通り北川民事のいろんな表情が見れるということが大事なちょっとポイントで、展示させていただいてます。北川民事っていうのはなかなか写真を撮られることが好きではない作家でございまして、でこれだけのさまざまな表情を捉えたっていうことはなかなか貴重な写真がずらっと並んでるというようなそんな企画になってます。特に貴重な写真っていうのはこの正面にあります北川民事がこう微笑んでちょっと手をこうクロスしているようなこんな自然な表情を捉えたっていうのはなかなか特にまた珍しい写真になってまして、というのもこれもこんな表情を捉えたっていうことは、その写真家の入和彦先生が北川民事としっかりこうコミュニケーションをとって、すごい仲をこう仲良くなって上でようやく撮れた表情じゃないかなと思いますので、これもさらに貴重な写真だと思います。でこの企画展でもう一つのポイントが北川民事先生が実際に使った道具を展示しております。順番にいきますとワンチン、あと実際に使ってたパレット筆で、実際に座ってた椅子にその前に実際に使ってたイーゼルを設置しております。ワンチンっていうのはですね、棒状の先にちょっとこう柔らかい布かなんかを巻いてるものなんですが、それで、キャンパスに油絵を描いてる時に乾かないうちにここの手がついちゃうとまた汚れてしまいますので、ワンチンという棒をキャンパスに立てかけてちょっと固定することで汚れずに描くということができると。でこのワンチンも市販のものはあるんですけど、北川民事先生が散歩に山に出かけたりとかした時に良さそうな頃合いの良い枝かなんかを持って帰って自分で制作したものがここに展示されているというようなそんな展示になってます。椅子には皆さん座っていただくことができますので、ちょっと疑似北川民事の体験ができるんじゃないかなと思って、設置させていただいております。